今朝神様の言葉、聖書の言葉に入りたいと思います。We're talking about what is your refuge?Let's read our key verse.Psalms 46 verses 1 to 3. 聖書の支援と,というところがあります。そこの46ペの1節から3節を読みたいと思います。一緒に読みましょう。せーの。 God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Let the oceans roar and foam, let the mountains tremble as the waters surge. それゆえ我らは恐れないたとい地が変わり山々が海の真中に移ろうともたといその水が立ち騒ぎ泡立ってもその水かさが増して山々が揺れ動いても s <S お祈りしたいと思います天のお父様この時をありがとうございます神様あなたが私たちの 本当の酒どころであるから感謝しています。Lord, today, 主よ今日、あなたの言葉が私たちそれぞれの心に語りかけてください。主よどをうぞあなたの言葉が私たちの思いをたにしてくれますように。言葉が私たちの思いを新たにしてくれますように。<Jesus'> イエス・キリストの名前にしますよってお祈りします。あなたの言葉が私たちの思いをあなたにしてくれます。あなたの言葉が、あなたの言葉が、あなた サキオドヨミマスタヨンシの四十六篇の一節をまた別の訳で読んでみますとですね我レあ神は我レのサどころまた力また苦しい時ですね問題がやってきた時にそこにある助けであると言っていますイス。Very p we began by we, we talked about what a refuge is. えー、この酒どころ逃げ場っていうのは何でしょうっていうことを先週お話し,しました。What, what like、to, to そして私たちが間違った酒どころ逃げ場を選んでしまったときにどういう結果がやってくるかということを先週お話し,しました。And, uh, そしてそれには3つの結果があるということで3つのポイントをお話ししました。間違った酒ど,どころを選ぶときにやってくるものはまず結果は距離。それはイエス・キリストと私たちの間に距離があできてしまうということでした。 それは神様が私たちから離れていったのではなく私たちが自分で神様から離れてしまったということですというのは聖書に出エジプト記というところがありますけれどもそこで神様の戒めが書いてありますがまず第一に神様が与えた第一の戒めというのはあなたには私のほかに 他の神々があってはならないというものでした。そしてその間違った逃げ場,逃げ場先どころというのは、まず何か問題があったときに神様助けてって神様のところに行く前に行く代わりに行く代わりに誰かのところにどっか他の場所に逃げていくそこに助けを求めてしまうときにそこが間違った先どころになります。 もししししししそそれををててててまままっったらら、ま、ず神様を第一ににいいいななととううことになってしまうからですそして私たちが間違った酒どころを選んで、そこに行ってしまったときにやってくる。二つ目の結果は失望。 まず神様のところに逃げていかないで神様に助けを求めないで他の場所に行ってしまうと私たちには常に失望感がやってきます何かやっぱり足りないここに行ったけどあの人のところに行ったけどでも何か足りないというその失望感が常にやってきてしまうんですね というのは悪魔というのは、本当は神様しか、私たちに真の慰めや答えをくれないのに、世の中の他のところに他の人のところに慰めとか答えを求めて行っていいんだよ。っていうような偽りを私たちに仕掛けてくるんですね。そして間違った。酒どころにいたときにやってくる。三つ目の結果は破壊。 先週ですけれどもイスラエルのアサという王様のことを聖書の中で見てみました 16,、uh, それは、uh, 旧約聖書の第二列,王列大列歴代史ですねごめんなさい歴代史の16章です。 それから朝はその治世の第四39年に両足とも足病気にかかった彼の病は重かったところがその病の中でさえ 彼は主を求めることをしないで、逆に医者を求めた。このアサという王様が死んでしまった理由は医者のところに行ったからではありません。必要があれば私はすぐに病,病院に行きます。 というのはこの朝王が死んでしまった理由は、主を求めることをしなかったんですね。この朝王のお話をこの第二歴代史を読むと、uh, 16章を見ると分かるんですが、 <laughs> when he had lots of stress in his life, when armies were invading his country, he went to the Lord first. <laughs> 問題に陥ってしまったりとか敵がやってきて本当にトラブルがやっ,た時やってきた時に彼は主のところに神様のところにまず大地に行ったんですねそして聖書は言ってます神様はこの朝という王様をその問題から救い出してくださったと自分の治めている国に敵がやってきてそれを征服しようとしてきたら本当に スストレままりますよねしかしですね、その,がの朝がまずそういう問題がやってきたときに、神様のところに逃げていったら、神様を避けどころとして、まず神様を第一に求めたら、彼は神様から救われたんです。 しかしですね、彼は人生の終わりがやってくるときにですね、神様をまず第一に求めないで、自分が気づいた繁栄を頼りにしてしまったんですね。 そしてまた他の人に頼りきってしまいました。そのような中で彼の中に、高慢な心が湧き上がってきました。そして、問題がやってきた時も、もう高慢さがありました。プライドが高くて神、ま、神様のところに、まず助けを求めることをしなくなってしまったんですね。 In his year, year. そして13節は言っていますね。すなわち、朝はですねその治世の第41年に死んだと書いてあります。私たちが問題に直面したり、何かストレスを感じたときに、right、そのようなときに正しい酒どころを 選んだらどのような結果がやってくるでしょうか正しい酒どころを選んだときにやってくる3つの結果を今日見てみたいと思うんですがそれはですねまず何かあったら神様のところに逃げていく神様を酒どころ逃げ場とするときにやってくるそれがもちろん正しい酒どころですけれども結果は何でしょうかそれを見てみたいと思います。 この先ほど読んだ支援の46篇というのはあその支援全体がですね神様が私の酒どころ逃げ場であるということを語っています。 まず神様を第一と神様をまず最初に酒どころとして選んでやっていくときにやってくる結果は力。Psalms 46.1 says、God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. 神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある助け。When we turn to something besides God, doesn't it feel like your strength just kind of 皆さんが神様以外のところに逃げて、あそこに助けを求めようって、まず最初にしてしまうと、なんかやっても力がやってこない、かえって力が抜けちゃったって感じたことありませんかもうこんな問題があっても、問題があるんだけど、力が抜けちゃってもうだめだ。でも あそのような問題が来たときに、神様のところに行ったら、そのときに、この神様が私の自分の酒どころで力であって、今ここにある助けだって宣言できるんですね。というのは、神様が私たちが必要としている力を持っていらっしゃるからです。 じゃあどうやって神様のところにこう行くことができるんでしょうそれはですね、えー、神様のところに行く神様のところに力を求めていくという方法の一つは今朝私たちがここに集まって神様のに向かって賛美礼拝をしたそれも一つですね神様のところに行くってことです祈りの言葉は非常に強く そしてまた、威厳で祈ることも力をくれる一つの方法です。それは威厳で,でる祈ることによって、人に向かって祈るのでは,のではなく、神様に直接祈ってるからです。そして、威厳の祈りという素晴らしい賜物の祝福を受けてい,るいらっしゃる方はです、ね、それを毎日使いましょう。毎日それで祈りましょう。 私がどうしていいかわからないというような状況に直面したときに、えー、いで祈るんですね、そして神様を礼拝するんですねそしてそのようなことをしたら本当に力が戻っしてきた力が湧いてかたあそしてかれが神様の答えだみさまは、そしてかみさましてかみさまは、そしてかみさまは、そしてかみさまは、そそしてそててそしててか そしてまた神様のところに行くっていうのは聖書を読むこともそうです。というのは神様のところに行くっていうことは神様の御言葉を読むことをするんですね。神様の言葉を読むことによって力がまたやってきます。ああ、もう仕事が忙しくて聖書を読む時間ない。 I get up at 6 in the morning, I just don't have time. 朝6時に起きるのに時間がない。そして、ね、6時に起きても時間がなかったら5時45分、15分早く起きれば聖書を読む時間ができます。<make> 時間作りましょう。 それをやったらですね、一日を過ごすときに、あもっと力があるって感じると思いますよ。Saying, というのはそれをするときに、私は自分のフォーカス、焦点をもう一回神様に向け直しますって言ってるからです。You know, そして、えー、人がですねいろんな酒どころ、逃げ場のところに行くんですけれども、間違った場所だと失望感がやってくることがありますね。間違った酒どころだと永遠に続く命というものはやってきません。<Dr inking. S 1> 例えば、それはあお酒を飲むこと、<Dr ugs. S 1> あ麻薬、<Food. S 1> 食べ物もそうなり。なり ショッピン買い物も間違った酒どころになる可能性があります。スポーツでさえも間違った酒どころになる可能性があるんですね。エンターテインメント、ポルノ。 People go to snack bars. またスナックに行くとか。日に一,一日にのに起こったことを忘れようと思ってこうスナックに行くとか。でもそのようなこといろいろ今言いましたけれども、やっても問題はまだ残ってるんですね。Self あ,あ、自己憐憫、そう、ついたりとか。ですね、自己憐憫、あ,あ、自分は可哀想だって思うことによって、そこに。こう慰めを、そこに、が、酒どころって感じる人もいるんですね。え、今私が述べた、いろんなところ、酒どころになる可能性があること。いくつかは、良くないことですね。でも、いくつかは、別に悪いことではありません。ちゃんとした、ああ優先順位を、していけば。 でまたある人たちに対しては、忙しくなる忙しさというのが、酒どころになることがあるんですね。あのことはもう考えない。でもただもう忙しく、忙しく、一日を過ごそう。でも疲れて、疲れの、えー、問題がまだそこにあった。<laughs> 疲れちゃう力が抜けちゃった。<laughs>

結婚生活が夫婦関係がうまくいってないからっていう状況に直面するとポルノに逃げていったりとか空想の世界に入ったりとかしますよねでもそのようなところに行ってもそのようなことをしても本当の力をくれることは決してありません。 神様だけが私たちに本当の力をくださいます。ですから私たちは自分自身に問いかけてみるべきですね。自分にああ今力が必要だと思うときに、どこにそれを求めていっているんだろうか。 イエス様は、聖書のマタイの福音書というところでこう言っています。私の、私の、イエス様のですね。私の首は、おいやすく、私の荷は、軽いからです。毎日、私たちが本当に、私たちが本当に、<coughs> 私たちが時々こうもう本当にストレスがたまったストレスを感じてしまう理由の一つは、神様が負いなさいと言ったに、くびきを私たちが追ってないからです。Have you ever been mad at someone? 誰かの誰かに対して怒って。And you もうこの人のせいでもう怒ってるっていうその怒りがたまって夜眠れない。そ,そういう状況があったとしたら神様があこの首輝を追いなさいと言った首輝は追ってないんですね。というのは許してないから。自分が受けた傷を十字架のもとに持っていってないから。 そして、えー、人から受けた傷をです、ね、十字架のもとに祈りで持っていってイエス様私はこの深い傷を受けたけれどもあなたのところに、えー、持っていきます手放しますイエス様のお名前によって十,十字架につけますイエス様の素晴らしい父親によってそれを追いますってそういう祈りをしたら私たちはそれを手放すと神様から 私たちの魂が解き放たされて、えー、解放されて、魂に安らぎがやってくるんですね。ですから、でも自分でそのような祈りができなかったら、誰かにそのような祈りができるように一緒にできるように祈ってもらってください。 えーそしてえー、神様のところに、えー、行く神様を避け所とするときにやってくる結果の2つ目はですね、助け。Again, the, 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 the word of God that we're looking at is God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. 神は我らの避け所、また力苦しむ時、そこにある助け。 And I like uh, the Amplified Bible for this verse. It really gives us a, a deeper meaning of what the psalmist was trying to tell us. It says, God is our refuge and strength, mighty and impen impenetrable to temptation, a very present and well proved help in trouble. えー、神は我らの酒どころまた力誘惑に対して強くそれを誘惑を入り込ませないんですね苦しむときそこにある確実な助け、well えー、神様というのはそこにあってそして確実な助けなんですそれを一緒に言うのか言うのか 一緒に言ってみたいと思いますここに書いてあるの一緒に読みましょうはい、そこにある確実な助け you know、well、どうして神様はそこにいらっしゃってそして確実に助けてくださる助けであるか分かりますか そこにあるというその言葉は It means to, to be here, to, be, to appear. です、ね、ここにある、あもうそこに見えている、現れているという意味ですね。It means to cause, to light upon. そして、何かの上にやってくる。何か <laughs> <laughs>、no, i 上にやってくる。何かの上にやってくる。 rest upon you like a bird comes to a tree and he lights on the tree it doesn't mean denki okay. to encounter so when we turn to God to be our refuge it causes us to light upon God to rest to, to, to land upon him そしてですから神様を酒どころとするときに私たちは神様の上に乗っかるみたいな神様のところにやってきて乗っかるっていう意味ですね。神様はご自身が世代にわたって常にそこにある素晴らしい助けであることを証明しました。Every generation has それぞれの世代が神様から助けを受けたという体験をしているんですね。前の世代に神様が助けであったとしたら、今私たち生きている、この時代に生きている私たちにとっても神様が助けであるって信じられますよね。 神様がどれだけの助けを,助けをなさったか、神様が助けであるということが確実なんですね。もう証明されているんですね。もし皆さんがイエス様を自分の救い主として、主として、信じて心に受け入れたら。 神様は、イエス様は常に皆さんと共に歩んでくださいます。神様は、イエス様は常にそこにある助けでいてくださいます。聖書のヨハネの福音書というところの14章でイエス様はこう言っています。15節から17節です。 Jesus said, if you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of Truth. The, wor the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he lives with you and will be in you. もしあなた方が私を愛するならあなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。うん、その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。 ししかしあなた方はその方を知っています。その方は、あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。助けような人たちがいるのか。あなた方の人たちはです、ね、あ、えー、のた方り出してくれるのか。 もし私なんか問題を抱えてしまって、助けが必要だって。

ですからここではまあ日本語では助け主と、書いてありますが私たちのために弁護してくださる方そのようなことをすする人ですねもし癒し癒が必言うと、私のために私が癒されるために取りなしてください。ってこう頼みますよね祈りで 聖書は言っていますね、えー。神様はおっしゃいました。えー、私たちのために聖霊様がそのようなあ弁護をしてくださる方、取り出してくださる方として働いていらっしゃると。That ですから先ほども言いましたけれども威言の賜物をいただいている方はですね威言で祈ることがとても大切ですねというのはあ御霊に向かって御霊で私たちは祈ることができるからです。皆さんこのことをご存知かどうか分かりませんがあ皆さんがあ行くところどこであっても皆さんの 内臓は一緒についてきますよね, ita, you,、right? すね。もし皆さんがアピタに行ったらですね、えー、肝臓も一緒についていくでしょ。肝臓を自分の家に置いてアピタには行くことはしないですね。Right? Your go with you. だから私たちの内臓はですね、一緒に行きますよね。Savior, そして、聖書には書いてありますね。もしあなたがイエス様を救い主として、主として、心の中にお迎えしていたら、そのイエス様が自分の中に内なるものに住んでくださっていますので、どこに行ってもイエス様はあなたと一緒にいますよ。He is a very present and well イエス様はそこにある確実な助けなんです the, the、えー、聖書の中にペテロという人が出てきますけれども彼のことをちょっと考えてみましょう主税人があペテロのところにやってきて、えー、税金をちゃんと払いなさい税金払ってないから税金を払いなさいどう感じるのか もし皆さんのうちに税務署の人が来てトントントンとノックステ、えーゼーキンハラテマセンヨータテユータラドモイマサドカンジマサ。Would that stress you out? うに言われたら税金未,未払いがありますよって言われたらストレス感じます I always get stressed out when it's tax time. <laughs>

But I もちろん私はあ自分が住んでいるそこの国の政府の助けをしたいんですけれども必要以上の助けはしたくないですね。So、Peter, what he do? で、その先ほどの聖書に出てくるペテロは、あ主税人が来たらどうしたんでしょう he does the、right、thing. 彼は

でえー、そのペテロが抱えた問題に対してのイエス様の解決策は何だったでしょう I, I ですね、この税金あ、払ってない税金を払う解決策、このような解決策を思いつく人はこの中には一人もいないと思うんですね。イエス様はこのようにペテロに言いました。魚を釣ってきなさい。聖書の中の箇所を。 Talking about Peter. Peter went into the house, but before he had a chance to speak, Jesus asked him, What do you think, Peter? Do kings tax their own people or the people they have conquered? They tax the people they have conquered, Peter replied. Well, then Jesus said, The citizens are free. However, we don't want to offend them, so go down to the lake and throw in a line. Go fishing. Open the mouth of the first fish you catch. ペテロは家に入ると先にイエスの方からこう言い出されたシモンシモンというのはペテロのことなんですねシモンどう思いますか世の王たちは誰から税や貢を取り立てますか自分の子供たちからですかそれとも他の人たちからですか ペテロが「他の人たちからです」と言うとイエスは言われたでは子供たちにはその義務がないのですしかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして最初に釣れた魚を取りなさいその口を開けるとスタ,ーテ,ール枚がスターテール1枚が見つかるからそれを取って 私とあなたの分として納めなさい。You know like、このお話で私が好きな部分は、このあ税を払うというストレスがたまるような状況で、イエス様がペテロを助けてあげたということだけではなく、もうすでにペテロが来る。 ように、もう、解決策をイエス様が準備して備えていらっしゃったということです。ペテロは、自分の、あ、あ、ペテロは別の弟子たちのところに行って、あ、税金払わなくちゃいけないから、お金貸してって。そのようには、助けを求めていかなかったんですね。家に帰って、お父さん助けてって、お父さんのところに助けを求めて行くことはしなかったんですね。 ペテロはまずイエス様のところに助けを求めていきました。Problem, そしてペテロがあ自分の問題をイエス様に言う前にすでにイエス様は解決策を持っていました。 でも私たちはどうでしょうどんなことをするでしょうまず最初にですね、助けが必要だと、この人のところに行く、あの人のところに行く、お父さん助けてって言ってしまうことが多いですよね。もち,ろんねでもちろんですね、時々私たちは友達から友人から助けを求めることが必要な時もあります。でも、 私たちはまず最初にイエス様のところに行きましょう。イエス様は皆さんの助けですか皆さんの酒どころですか、so third, uh, そして、えー、神様のところにまず行く、助けを求めて行くことの三つ目のお結果は、恐れがない。 No fear. God is our refuge and strength and ever present help in trouble, therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. We will not fear. Kamiwa no ねえー、恐れないと fear. 恐れがない。There fear go まず最初に神様のところに行くときに恐れる必要は全くないんですね。 どのような状況にあっても、どのようなスト,レス,のようストレスを感じるような状況にあっても、そのような中にいる私たちをそのままの姿で神様は愛していらっしゃいます。そして自分ではあ考え出すことができないような答えを神様は持っていらっしゃいます。How many would think of going fishing? 自分のがまだ払ってない税金を払うために魚か魚を釣りに行くなんて考えられますか God has 神様のところに行かなかったら私たちが受けることができないような想像的な素晴らしい答えを神様だけが持ってらっしゃいます。どうしてでしょうそれは神様は私たちのことを愛してらっしゃるから。1 John 4:18 says, There is no fear in love, but perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. 聖書の第一ヨハネの手紙というところの4章の18節はこう言っています愛には恐れがありません全くき愛は恐れを締め出しますなぜなら恐れには刑罰が伴っているからです恐れる者の,の愛は全くきものとなっていないのです全っき愛は完璧な愛は 恐れを締め出す私たちが神様を避けころとして、神様のところにまず第一に助けを求めていくならば、恐れを、恐れがありません。しかし多くの場合ですね、私たちはまず神様のところに行く前に、他の場所に、他のところに、 他のものに人に行ってしまうんですね。Because microwave people. というのは、私たちは電子レンジ世代だからです。答えが欲しい、今欲しい、即席の答え。Is <that> right? そうですか、皆さん。でも、聖書は言っていますね。静まりなさい。<We need S 1> そして、私が神であることを知りなさい。We need to learn Of silence. そして私たちはですね、静まって待つという原則を学ぶべきでしょう。そしてまた静まるということを自分の子供に教えることも大切だと思います。Go そしてまた神様の前に魂を鎮めて出ていくということ。 というのは、私たちがどれだけ神様によって愛されているかということが分かるときに、明日に直面する恐れがなくなるからです。でも、悪魔は一生懸命私たちに仕掛けてきて、私たちがまず神様を求めないで、 他のこととか他の人をまず第一に求めようとしてくるんですね is, God, God でも私たちがまず神様を第一と第一の避け所としないで別のところに行ってしまっても別の人のところに行っていてもでも神様の愛は決して変わりませんだから大地の愛は誰に身の人は誰に身の人は というのは、神様の愛というのは私たちがどういうものであるかということにはあ基づいていませんですね。<It> s <S 神様の愛は神様がどういう神であるかということに基づいています。そして神様の愛はですね、えー、皆さんが何をするかということに基づいていません。神様がどういうお方であるかということに基づいています。 でもそのような素晴らしい愛を体験するためにはまず私たちが神様に向かなければいけません。Our prayer should be like the psalmist。私たちの祈りはこの支援の箇所を書いた。 人のよううでであるべきでしょうこの詩篇の箇所を読んでメッセージを閉じたいと思うんですけれども refuge, もし私たちが間違った酒どころに行っていたとしたらこのような祈りをするべきですね。

ストップを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば、私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば、私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。Sins, that, yes, God, 神様私は間違った酒どころに行っ,てしまい行っていました。主よどうぞ その罪から私を清めてください。はははは私のの神ににめ歌を歌をうのは良いい楽ししく賛美は麗しい主は 心の打ち砕かれたものを癒し彼らの傷を包むイエス様が私たちの先どころです,ろですお祈りしたいと思います天皇おさまこの時をありがとうございます,あ,いますあなた以外のところに私たちが ああ酒どころを求めていっていることを逃げていっ,ったことを、主よどうぞ許してください。そして、えー、私たちの心を清めてください。喜びがまた戻ってきますように。というのは、あなたの憐れみは朝ごとに新しいからです。そして、あなたを喜ぶことがああ私たちの力でありますから。主よどうぞあなたの民をた 祝福してください。主をどうぞ癒しが必要な方がいらっしゃいましたら、あなたが今、触れて癒してください。そして、素晴らしい印や奇跡がやってきますように。イエス・キリストの名前によってお祈りします。神様の祝福がありますように。午後、ランチの後、ライフグループありますから、皆さん。